オカピイベントお疲れ様でした。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 うん、4連投は桜ナイツの初です。そうだよね、うん、いや申し訳ないです。いやいやいや、それはけど全然申し訳なくはない。チーム総意で、はいはい、うん、頑張ってもらいましたな。いや本当に本当に毎試合盛り上がった。見てる人もそうだけど、うん、疲れたでしょ。特に2戦目、うん、2戦目ね。この前も今日も、うん、2戦目の毎回長いんだよね、うん、2戦目結構手が入ったから、うん、まあ、全然手が入ると逆にあんまそも疲れないっていうか、うん、どっちかというとどういこうかなってずっと考えてたんで、うんうん、手は入ったけどなんかサクッとリーチみたいな感じじゃなくて、うん、いい手だけどなんか闇にするのか押すのかどうす手組みどうするのか難しいのが多かった気がしますね。そうですね、まあ、なんか今日特にね2戦目の方は全員参加してる場面が多くて、うんうん、2件3件はもういい3点みたいな状態がすごい多かったから、うん、そうめっちゃいい手だと思ったらリーチしてきて、うん、常になんかね全員場面にいたんだよね、うんうん、まあ、もちろんシーソーゲームだった結果から見てもそうなんだけど、うん、まあ、特にそういう試合は大変だよね、うんうん、でもとにかく闇からのリーチの判断が僕はめっちゃ良かったと思いますね。2回ともウーピン短期、うん、特に2回目のウーピン短期はめちゃくちゃ良かった。パーピン切れた瞬間ウーピン短期リーチ、うーん、まあ、焦ったのかなと思いながら、どうなんだろうなと思って。堀さんがあんな残に洗って何になるって言ってたんで、うん、うん、上がりたくなかった、うん、うわ、パーピン積もったらね嬉しいけど、そのまんま、うん、なんか、まあ、特にないですかね。ないんかい。なんか全然これ言ってるけど本当に楽屋では褒めてたんで、あ、そうですか。多分ね、行けっつったら行って燃え尽きたんだ。マジ俺もちょっと最後燃え尽き気味だったんだけど、うんうん、燃え尽きって言ったね。あ、そう、松川さんも言ってたけど、チートイツウーピン短期でこうスーピンかウーピンかみたいな時、堀さんもううおーって言ったから。マジで今日は一緒に、うんうん、じゃあ私より多分騒いでたね。騒いでた。いや、すげえうるさかったよ、うん、多分堀さんマジで年一ぐらいの騒ぎしたから、もう今エネルギー切れちゃった、うん、もうしょうがないです。帰ってきてから対局するよりさ、そこで応援するのがね、本気の応援してる時疲れるじゃん、うん、疲れる。まさにそれ、うん、もう抜け殻です彼は、はい、うん、ということで、はい、まあ今年はね MVP 争いもしたし、うん、もう本当オカピの見てる分チームも本当にそれ、ね、プラスっていう感じなんで、200ポイント以上見てるんでね。いやでも最後の40ポイントもったいないよ。もったいない、しょうがないです。リンシャに当たり入ったかもしれないし、うん、いや、そんなこと言ったら俺の200ポイントもったいない。それでしたらもうなんかもう過去の負債全部ね計算しだしちゃうから、ね、まあ言うてもまあ2回ありますから、はい、明日はプレミアナイト、うん、ね、こちらでみんなで皆さんの前に行って、はい、最終日金曜日が、レギュラーシーズン最後の試合になりますので、はいはい、ね、まあ最後はそれこそ1ポイントでも増やして、うんうん、そうですね、もうセミファイナルに持って、うん、いきたいと思いますので、はい、また最後明日と最終日と、皆さんお楽しみください。はい、オンラインパブリックウィーもね、はい、やりますんでよろしくお願いします。お願いします、はい、お疲れ様でした。チャンネル登録高評価お願いします。お願いします。